皆さんこんにちは、おきゃらです。今日は虹色になる方法についてご紹介をしたいと思います。そこで質問です。虹色になるには何が大切だと思いますか？トレーニング。そうですね、トレーニングすごい大事です。高重量のトレーニングも大事ですよね。まだありますね。出てこないですね。それはストレッチです。ストレッチと思った方もいるかと思うんですけど、ストレッチは筋肉を伸ばす、ほぐすという作業がありますので、それを行うことによってさらにそのトレーニングの効率が上がります。ということで今日はそのストレッチについてご紹介をしたいと思います。皆さんがいつもやってるようなものもあるかもしれないんですけど、皆さんが今までやっていないような、そうなんだって思うような珍しいストレッチなどもありますし、理論もきちんと説明したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。私は普段パーソナルトレーナーを行っておりますので、美人になるためのトレーニングですとか、引き締まった体にするにはなど、いろんな目的の方、もちろん健康目的の方もいますので、ぜひぜひ気になる方はインスタグラムの DM から単発から行っておりますので、ぜひ気軽にご連絡をお願いします。それではご紹介したいと思います。やっていきましょう。はい、それではまず第1種目目ですね。これをやったことある人もいるかもしれないです。まず体育座りのようにします。それで片足を膝の上に置きます。でこのままグーって体を前に倒していくっていう方法はもしかしたらご存知かもしれないんですけど、さらに伸びる方法が、膝をもっと寄せて、手は後ろで、このお尻を寄せる、で体を寄せる、もう押していく感じです。さらに伸びます。これめちゃくちゃ伸びます。やばい。おすすめなのが1セットやった後にこのお尻のストレッチをやって、また1セットやります、でまたお尻のストレッチをやりますっていう風に細かく入れていくと、さらに効果的です。パフォーマンスがすごく上がります。パフォーマンスが上がるって何って思うかもしれないんですけど、例えばせっかくお尻のトレーニングをしてるのにお尻に効いてるか分かんないとか、すごく筋肉が固まってて全然伸び縮みができてないっていう状態になってしまったりするんですよ。だからしっかりとこういう風に伸ばす、伸ばしてあげる、ほぐしてあげるっていうことをしてあげると、お尻のトレーニング中もお尻だけにピンポイントにちゃんと力が入ってくれたりとか、縮まるところは縮まる、伸びるときは伸びるっていう風に可動域が大きくなったりするので、さらに筋肥大の効果が期待できます。で2種目目は足を下にくぐらせます。で上の足はこっちに持ってきます。で手を組んでこっちにぐーっと引っ張ります。体が少し回転するイメージ、ひねりを効かせるイメージですね。そうするとしっかりとお尻が組んでいきます。一番最初の時って何したらいいか分かんないから、とりあえずストレッチエリアに行くから、でストレッチちゃんとやるじゃないですか。でもどんどん筋トレが楽しくなっちゃうと、なんかみんな、まあ大丈夫でしょみたいな、あんまりストレッチをしない人が増えてきちゃうんですよね。なんですけど、いつか絶対に怪我をするし、そのトレーニングができないし、メンタル的にも落ちちゃうし、いいことは全然ないですよね。私生活でもやっぱ影響はありますし、だからきちんとストレッチは大事です。なので今からでもぜひ、あ、ちょっとやってなかったなっていう方はやってみてほしいです。はい、それでは最後の種目をご紹介したいと思います。最後の種目なんですけど、これはちょっと聞いたことないっていう人もいるかもしれないです。例えばこういう動作をしたいとき、ここが縮まるからもちろんお尻も使われるんですけど、でも反対のこの方向筋、ちょっと細かく言うと方向筋という筋肉があります。そこが硬いと上がんないみたいな風になっちゃう。で縮まんないから、ここ頑張って使っちゃってこうなるから、全然お尻に結果入らずこっちを使ってしまうっていう風になってしまうんですよね。そんな風にならないためにこの方向筋のストレッチ
レーニングをする際には大事なので、ぜひ今日は覚えていてほしいと思います。まっすぐではなくてちょっと斜めにします。足は、まあ、膝がつながってで、こっちを少し伸ばしてぐーっと前に倒れていきます。しっかりと今こうですね、それを寝かせて伸ばしていきます。この寝かせることがすごく重要なので、きちんとこの方向筋を伸ばす。こう触るとね、分かる人もいるかもしれないですね。なんかここら辺に細い筋肉があるので、で付け根のねところから太ももにかけてあるので伝わってくるかもしれないですけど、そこをぐーっと伸ばしていきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今日は美人になるためのストレッチについてご紹介をしました。これは片足大体2、30秒ずつ行ってください。しっかりと呼吸も忘れずにゆっくりと行ってください。すごくイメージをしやすいと思うのがバレリーナなんですけど、バレリーナってすごく体が柔らかいですよね。しかも高く飛んだりすることもできますし、とても機能的な体と言います。で、その方々もすごくお尻が丸くてキュッて上がってるんですよ。とても理想的なお尻をしています。で、その方たちもやっぱりストレッチをしっかりと欠かさずに行っているからこそのあの体型なので、ぜひぜひ皆さんも一緒に頑張っていきましょう。で、やってくださった方はぜひストーリーや投稿などでメンションお願いします。Twitter、Instagram も行っておりますので、ぜひご登録よろしくお願いします。チャンネルの登録またの方はぜひ YouTube のチャンネルもご登録よろしくお願いします。